おい、クロスケいらっしゃい。わだつー。はい、いらっしゃい。村雨さん、わだつー。まあ、まったりやっていきましょう。あんまりね、かしこまってもやっても意味ないんで。かしこまってもやっても意味ないですね。うさぎ先輩、わだつー。どうもです。いつもお世話になってます。いらっしゃい。今日はね、さっきの枠の話の流れで引き寄せの法則について語っていこうと思います。結構まあ、オカルトかかった配信になるんじゃないかなと思ってますね。なおさんはどつ、なおちゃんはどつ、いらっしゃい。楽しんでてね。うん。これはね、結構ね、まあ、100人ぐらい見に来たら、そうだな、一人ぐらい人生変わるんじゃないかなっていう、特に若い子とか、メンタル、マインドのね、柔らかいうちに、やっぱ鍛えた方がいいんじゃないかなと思うんで。ワドツです。ハチいらっしゃい。エリー、おい、ワドツ。ワドツってね、ニコ生で、放送30分の一枠のことを枠って言うんですよ。ニコ生では一枠っていうの、放送1個のことを。で、枠を取ることを枠取りって言うんだけど、枠取りお疲れ様ですってみんな言い始めたの。放送を開いてくれてありがとうみたいな意味で、枠取りお疲れ様です。そっから、和骨ってみんな、ネットスラングで言うようになったのね。ニコ生では。で、ニコ生で俺2年半配信やってたから、和道枠取りお疲れ様ですっていうのを略して、和どつっていう風に言い始める人がいたの。だからみんな、放送を開いてくれてありがとうって意味で、和どつって。和道枠取りお疲れ様って意味で、和どつってみんな言ってますね。ヨンヨンいらっしゃい。だからニコ生の文化だよね、これは。和骨っていうのは、うん。はい、こんばんは。ビールコートさんいらっしゃい。まあ、まったりやるわ。正直、ゼミ形式で話すのに慣れてたんだけど、こういう、その自己啓発の話とかは。でも、逆に、肩の力抜いて、こう、質疑応答じゃないけど、こう、みんなに合わせながら、こう、引き寄せの法則とか話した方が面白いんじゃないかな。そう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 。だから他の配信者にワドツーって言ってもわかん、伝わんないよ。他の配信者にワドツーって言っても、なんだお前ワドリスナーかよとか言われちゃうよ。うん。そう。この枠でしか通用しないローカルルールだね。いや逆に、ワドツーっていう人は古い人よ。ワドの放送何回も見てる人はワドツーってみんな言うね。そうだな。どっから入ろうかな。ちょっと音楽変えようか。うん。音楽いつものに戻すわ。どれにしようかな。BGM のパターンもなんか増やしたいな。うん。いろいろ作りたいね。これでいこうか。あれ？あれ音聞こえない？ああ、そっかそっか。俺が開いたいんだ。うん。BGM いつものにしよう。うん。やっぱこれがいいわ。ヴィンセントさんいらっしゃい。楽しんでってください。まあ、じゃあみんなに質問なんだけど、まあ、ぶっちゃけた話ですよ。ぶっちゃけた話、引き寄せの法則はあると思ってる人はある。ないっていう人はないって書こうか。引き寄せの法則はあると思ってる人はある。ないっていう人はない。で、引き寄せの法則っていうのは簡単に言うと、考えたことが現実化するっていう風な感じですね。ゆいままいらっしゃい、楽しんでって。コメントありがとう。面白かったらフォローしてね。うん、佐藤光郎さんってなんだろう。神様とおしゃべり読んだんですか？どう思いますか？あ、神様とおしゃべり読んでないですね、僕は。あ、肯定派が多いんだ。いや、否定派全然欲しいけどね。ある。笑い。笑いの意味がわかんないな。全然否定派は否定派で全然いいんだけど、なんでかっていうと、あるけれども使い方を正しく使いましょうっていうのが思考は現実化するに書かれているテキストの内容なのよ。簡単に言うと。で、多くの人が引き寄せの法則の使い方を間違えてますよっていうテキストでもあるの。まあ、ロンダー・バーンっていう人が書いたね、ザ・シークレットっていうのがすごい流行ったんだけど、ザ・シークレットの元になってるっていうのが、引き寄せの法則を一番最初に書いたって言われる、あれなんですよ。
思考は現実化する。で、それの簡略版、思考は現実化するってすごい分厚くて高い本なんだけど、それの1300円のバージョンっていうのが、虚無を築く13の条件ですね。はい。そういう感じです。あ、じゃあ、ヴィンセントさん結構自己啓発とか好きなのかな？否定派が全くいないんだね。その動画持ってる。ザ・シークレットは結構有名だよね。ザ・シークレットを元ネタになったって言われてる。で、もっと言うなら、自己啓発の一番最初に引き寄せの法則を発見したのって、みんな意外かもしれないけど、イエス・キリストなんだよ。キリスト教がなんであんなに爆発的に広まったのか、西洋人たちはなぜキリスト教っていうのを信じるのか、引き寄せの法則を一番最初に発見して伝えた人はイエス・キリストだからな。だから西洋的な考え方なの、実は。そう。だから、実は、まあ、こういう話は聞いたことあると思うんだけど、聖書っていうのは、世界で一番最初の自己啓発書って言われてる。そう。だから、神様っていうのは信じないと現れませんよって。まさに引き寄せの法則。要は、神っていうものがあるっていう風なものをマインドセットして初めて神が見えるようになるっていう風に教えるでしょ。だからイエス・キリストの発見っていうのはすごくて、そう、聖書は引き寄せの集合体なの。だから奇跡っていうのは神様が見えない、見えない人には見えないですよっていう風に教えてるんだけど、それを成功法則本として体系化していくっていう流れがある。要は宗教的なものを排除していくっていう風な流れだね。クミタンはどつ、音割れしてる？音割れてる？マイクかな。あちょっと割れてるかもね。あ、どうしようかな。聖書は、まあ、読んでみるといいかもしれないけど、別に読まなくても大丈夫だよ。和道の放送をフォローしてれば大丈夫です。そうだな。死んだふりして生き返ったからでは。まあまあ、その聖書の細かい部分に関しては、俺はクリスチャンではないから。マイクの原因が高い。ありがとう、専門的なの。あ。専門的だね。俺もブディスト寄りかな。バカプレゼントありがとう。どう？音聞こえる？あ。音聞こえる？どうだろう？あ。聞こえる？これで。みんなの方では問題なく聞こえてんのかな？小さいとか大きいとか言ってもらいたいかな？どうですか？マイクチェックです。ワンツー、ワンツー。聞こえる？問題ない？これで。じゃあこれでやるよ。なんか BGM 上げてとか。ゆうかさんいらっしゃい。コメントありがとう。で、まあ、仏教の考え方は仏教の枠で今度解説をしていこうと思うんだけど、仏教の悟りとは何なのか、空とは何なのか、大乗仏教、上座仏教とか禅とかいろいろあるんだけれども、まあ、オウム真理教とかの話もあるんだけど、宗教枠は宗教の枠でやるから、一応今回質問するとか話題のテーマは揃えないように、一応引き寄せの法則、成功するっていう、成功とは何なのか、成功を手に入れることはあるのか、思考っていうのは本当に現実化するのか、そういうところをね、やっていきたいと思います。哲学とはちょっと違うんだよね。哲学とはちょっと違う。また割れてる？ビールコートさん。割れてる？音。多分割れてないはずなんだけど、今聞いてる限りでは。割れてるかな？あ。割れてる？みんな。割れてないよね。物理は突き詰めるほど宗教臭くなるっていう物理学者。あー、いや、高橋さんね、いい指摘がある。ちょっと宗教の話はこれで最後にするけれども、実はみんな知らないで、物理学者であったりとか、宇宙を研究してる天文学者であったりとか、数学者とか哲学者、要は知の体系、学問っていう体系を作ってる偉人たちはみんな神学者なんだよ。だから今は宗教っていうものを舐めすぎてて科学と対比で考えてるけれども、もともとなんで神学者たちが科学を作っていったかっていうと、神を証明するためなんだよ。200年前、300年前、本気で議論されてた、世界中の頭のいい人たちの知の集合体を集めて何を議論してたかっていうと、この待ち針の上に天使は乗るのかっていうことを本気で考えてたんだよ。それが最先端の議論だったの。世界最高の知能を集めて、この待ち針の上に天使は乗るのか乗らないのか。じゃあ、この待ち針の質量は何なのか、天使は何なのかとか、空気とは何なのか、重力とは何なのかって、もうどんどん議論を突き詰めていくことによって科学が発展したの。だから不思議なんだよ。科学の発展が神がいないっていうことを証明しちゃったんだよ。だから、今科学とね、
その宗教って対比で考えられてるけれども、実はもともとなんで、その偉人たちっていうの、科学者の偉人たちっていうのが、神学者、キリスト教出身かっていうのをもっとね、まあ、俺宗教オタクだもん。もともとだって宗教を語る配信者だもん。そう。引き寄せの法則。山田さんいらっしゃい。今回ちょっと真面目枠ですね。うん。で、じゃあ、引き寄せの法則みんなあるっていう風に考えてるっていうことでいいですか？じゃあ、みんなは引き寄せの法則肯定派あるっていう風に考えていて、今回ないっていう人は一人もいないと。うん。宗教学者ではない。宗教オタクです、僕は。あくまで。で、今度、じゃあ、引き寄せの法則の具体的な使い方を知ってる人は、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないでいきましょうか。具体的な使い方、方法論、ロジックを知ってる人。要は、引き寄せの法則っていうのはなんとなくあるんだろうなっていう漠然とした状態は分かってると思うんだけど、それを分かってない、コントロールできなかったら法則性を理解してないっていうことになるわけだ。ヴィンセントさん分かる。エリさん知らない。うん。じゃあその辺、類は友を呼ぶはね、ちょっと似てるんだけどちょっと違うんだよね。知らないと。うん。じゃあ、一個ずつ例をいろいろ出していこうか。初見さん、バガーありがとうございます。うん。例えばなんだけど、これは脳機能学と、これはその、今話す思考は現実化するっていうテキスト、引き寄せの法則と、俺が今度知的的に体系的に脳機能学とかいろいろ調べてるものがごっちゃになるから、そこは気をつけて。それは、その本、どの本から引用したのとか、いろいろ入ってくるから。うん。例えばなんだけど、最近の脳機能学で分かっていること。じゃあ、これは何ですか？これは何ですか？これは何ですか？これは何でしょう？これは何ですか？はい。皆さん、これ何でしょうか？はい、答えてください。これは何でしょう、こんばんは、楽しんでて。ありがとう。500円玉。うん、コイン、500円玉。500円。うん、面白い。じゃあ、今度はアメリカ人にこれを見せたら何て答えるかな。ただの鉄の塊。いいですね、いいですね。ありがとうね、盛り上げてくれて。ヤマハさん、いい答えだね。コイン、500円。うん。じゃあ今度は、お猿さんにこれを見つけたら、お猿さんでこれを見せたら、動物にこれを見せたら。これ、どういうことかっていうと、みんな、これ言語、スリット、言語にはスリットがあるっていうことを覚えておいてもらいたいんだけど、実は人間っていうのは言語によって縛られてるの。みんなが普通に500円玉っていう風に認識してるのは、500円だからっていう風に教わってるからなんだよ。で、自分が500円だからと思い込んでるからなのね。だけど、見る人によっては、これ、日本国の効果であることを分かる人もいる。例えば、アフリカに行ったら、うん、おそらくお金だけど、これ日本国って読めないから、チャイナみたいな。うん。チャイナのお金みたいな。うん。いう人もいるだろうし、猿に見せたら、これただの鉄の塊なんだよ。しかも、鉄を認識できないかもしれないよね。っていう風に、人間っていうのは、実は共通認識として同じものを見てるようで、情報が足りないと同じものっていうのは認識できないの。これは面白いんだけど、情報の話になってるんだけど、例えばコーヒーって言った時、今度早期イメージの話をするね。今言語の話で、言語よりも深い話をするんだけど、早期イメージ、コーヒー。はい。皆さん、コーヒーって言った時に、頭の中にコーヒーの絵が浮かんだはず。その時を、の、缶コーヒーだったのか、あともしくは味を思い浮かべた人もいる。なるべく具体的に言葉で書いて、今自分がイメージしたものを言葉に起こして、早期イメージを今度言葉に起こしてみて。今はさ、絵ビジュアルで見せたの。ビジュアルの方が情報量多いんだよ。うん。今度はコーヒーっていう言葉を使えた時に、自分が思った感情でも五感でも何でもいいから、色、コーヒーの色をもっと具体的に、ドトール、うん、ドトール、はい、どうぞどんどん書いて、サイフォンからドリップされる熱々のコーヒー、自分で挽いた系のコーヒーかな、オッケーオッケー、ドトール、色、ペットボトルのコーヒー、マグカップのブラックコーヒー、オッケー、だんだん分かってきたね。
っていうように言語にはスリットがあるって言ったけれども、実はコーヒーっていう単語だと具体性がないんだよ。面白いでしょ？バラバラになるはずなの。白いカップに入っている茶色い液体。うん。じゃあ今度コーヒーに対する、好きなのか嫌いなのかっていう感情を書いてみて今度は。そう。実は同じ世界で生きてないんだよっていう話なのこれは。言語にはスリットがある。うん。コーヒーダイエットを想定した。すごい！ビールさん。だから違うんでしょ？多分、今、ちょっとストップ、ちょっとストップ。いくよ。ビールコータさんに僕が予言をします。ビールコータさんはかなり今ダイエット中。もしくは、身近にいる人がダイエットをしている。もしくは、コーヒーダイエットに関心があって書籍を読んだ。もしくは実践したことがある。これが言語の面白いところ。これイエス・キリストが奇跡を起こした技、予言ってこうやってやるの。要はね、その人がドトールって言った人は普段ドトールで飲んでるんだよ。もしくはドトールで嫌な思いをした。要はイメージとして一番強いの。早期イメージとして。うん。ブラックが好き。うん。バラバラでしょ？バラバラでしょ？言語によって、なんて言ったらいいのかな。同じ共通認識だと思っているんだけれども、実はズレがあると。ズレがあるっていう方で。正解だった。そう。要はどういうことかっていうと、これから何をするかっていうと、ね。じゃあ、みんなが赤ちゃんだった頃に帰ってもらいたいんですよ。飲んでるでしょ？ドトールで。うん。はい、モネさんいらっしゃい。ね。飲んでるんだよ。っていうことは逆に言うと、これ何が起こるかっていうと、引き寄せの法則っていうのは今の理屈を逆転させましょうって話の原理的に言うと。要は、見えないもの、見なくていいものを見なくする、忘れる。見えるべきものに見えるようにするっていうのが引き寄せの法則の大原則。もうこれ答え言ってるんだよ。ただ、今俺が言った答えっていうのは分かる人と分からない人がいるの。今ちょっと一言で言ったから。ね、引き寄せの法則はあると。方法論は分からない。言語とスリットとかそういうのは分かってきた。言葉の言語のズレって分かってきた。見えるものと見えない世界っていうのがだんだん分かってきた。うん。そう。はい、メリクリこんばんは。どういうことかっていうと、赤ちゃんの頃これを認識できなかったの。これを500円だって言った人がいるの。で、500円だって言って、周りが500円だっていう風に共通していく。だから地方の言葉ってあるでしょ、方言って。東京とかで通用しない言葉とか、土地の言葉ってあるでしょ。それは距離が離れて独自に発展していった言語だから、要は共通認識ができなくなっていく。外国とかもそうだよね。要は、恐ろしい話するよ。これ俺が子供の頃実際体験してたもの。これ実際体験してたもの。これを何色って言ったら全員黄色って答えるの。言語では。これ黄色って答えるはずなんだよ、みんな。でしょ？黄色って答えるはず。だけど、俺は子供の頃、これは黄色っていう言葉で共通認識してるだけで、実は実際俺が緑に見えてると。みんなで言うところの緑に見えていて、でも生まれた瞬間に黄色と教わったと。でもみんなは黄色に見えてるんだよ。っていう風に言葉で教わったら、結局世界ってずれて見えてるっていうのがわかる。言ってる意味わかる人いるかな？これが理解できると、一人一人によって色彩の感覚、強さの感覚、目の色も違うんだよ。脳の認識も違うの。言語っていうのは共通世界を作り出すための、ツールなんだよ。これが分かるとすごい面白いんだけど、これかなり仏教的な世界観の話をしてるんだけど、これは俺が子供の時に感じてたこと。要は黒を白だっていう風に認識してたんだけど、全員が黒黒黒って共通認識で教えて、要は黒と白が全く逆転してる世界なのに、同じ言語で通用してるからずっと生きていけるっていうことよ。面白いでしょ？そう。それをコントロールする、自分でコントロールしましょうっていうのが自己啓発になります。簡単に言うと、信号の青か緑か。そうそうそう。色盲の人っていうのはだから最初の頃気づかないじゃん、親とか。で、年を取ってきた時にみんなと言葉、あれって、なんか俺色一個見えてねえなっていうのを後々気づくでしょ。子供の頃から気づかないじゃん。そう。それは言語に縛られてるから。なんかみんなが言ってんの言葉一個多いな、みたいな。俺は緑と青同じに見えてるぞ。あれみたいな。そう。深いでしょ。例えば、
あの、トマベツヒデトっていうのはこういうことを言ってて、日本人に川っていうと、神田川とか、まあ、でっかい川だと多摩川とかさ、まあ、それくらいの川を想像、小川とかを想像すると。大体3種類ぐらいだと。だけど、中国人にリバーって言った時に、中国人はどういう早期イメージをするかっていうと、なんか、虹色になってる工場から流れてる超でっかい川であったり、もう、黄河みたいな、もう、向こうの方まで見えない海みたいなリバーを想像すると。だから言語っていうのは、実は五感っていうのがある。触覚、味覚、嗅覚って五感があるでしょ。視覚とか、ね。匂いとかさ、触覚、触る音とかあるでしょ。それの人間がなんで、その知能を得たかっていうのは、言語を手に入れたからだって言われてるの。火を手に入れて言語を手に入れるんだけど。で、言語はだから6番目の感覚って言われてるのね。唯一人間だけが持ってる感覚、6番目の感覚。でも、6番目の感覚を手に入れて、共通認識ができるようになっていったんだけど、そこには限界が始まった。じゃあ7番目の感覚、言語を超えた感覚っていうのを手に入れるんだけど、何かわかる人いる？お疲れ様です、ブルさん。どうだろう。ソフィーの世界っていう本はあったよね。あんな感じでいいのかな。ソフィーの世界は哲学の話ですね。ソフィーの世界あそこに埋もれてますよ。ソフィーの世界はね、あそこに埋もれてますね。あそこ。あの奥に入ってる。うん、はい。さあ、わかる人いますか？うん。わかる人いる？誰か。うん。面白いでしょ？こういう話が大好きな。念力。俺なんて言ったか忘れちゃった。なんて言ってた俺。引き寄せられてきました。悲しみのさんいらっしゃい。どうもどうも。うん。さあ。俺なんて言ったっけ？今話ぶっ飛んじゃった。何の話してたっけ？何の話してたっけ？忘れちゃったよ。ぶっ飛んじゃったよ。俺の配信は多々あるからね。じゃあ、何の配信か話題が戻ってくるまで、フォロワーさん紹介します。レミーさんフォローありがとう。ヴィンセントさんフォローありがとう。丸亀の竹本フォローありがとう。中野ちゃんフォローありがとう。リバーね。うん。そう。7番目の感覚。そう。6番目の感覚っていうのはわかるでしょ。人間だけが手に入れた言語っていう感覚。でも言語には、やっぱ情報のズレがあると。それを具体的にする。うん。それを人間は手に入れてるし、みんな持ってるんだよ。実は。その早期イメージをもっと具体的にする方法。さあ何でしょう。頭のいい人いるかな、この中に。みんな持ってるんだよ。みんな持ってるよ。絶対使えるの。みんな使える7番目の感覚。違う、思考ではない。言語を超えた感覚。言語を具体化した感覚。そう。これは哲学の話だね、今は。感情じゃない。感情は動物も持ってるから。うん。言語ではズレが出るでしょ。ね、違うんだな。のんたんいらっしゃい。ナイス配信ですね。侍さん、バガーありがとう。みんなよく考えて。おい、ナウシカいらっしゃい。表情、違うんだな。表情は動物にもある。もう一回言うよ。ね、五感とか感情とかは持ってると。動物でも持ってる感覚。でも動物に持ってない感覚っていうのは言語。ね、一緒のやりとり。ジェスチャーは言語の手前の感覚なんだ。で、言語でやり取りすると、リンゴって言っても、ね、緑色のリンゴを想像する人もいれば、アッポーを想像する人もいれば、まずいって想像する人もいると、ズレが出るでしょ。文字は言語に近いんだよね。もうちょっと行こう、もうちょっと行こう。頭使おう。シンクしよう。世界で有名なね、IBM っていう会社。IBM 知らない人いると思うんだけど、IBM の社訓がすごい面白いんですよ。IBM の社訓は世界で一番短い社訓と言われているんですね。Think 考えよう。いい会社だよね。うん。社員に徹底して一つだけメッセージ。Think 考えろ。インターネットはね、もうインターネットの話はもっと面白い話ができる。マスメディアの話ができるから。うん。それは今度やりましょう。写真違うんだな。OK。じゃあ言語で伝わらないときにみんなね、じゃあ。もう一回言います。もう一回言いますね。コーヒーって言ったらドトール。ドリップしたコーヒー。白のマグカップに入れた熱々。缶コーヒー、ペットボトルって言ったでしょ。じゃあそれを俺の具体的に言うにはどうしたらいいか。数学です。ここで数学が生まれるんです。ね。何リットル、何センチメートル、何キログラム。うん。足す何。何ミリ飲んだ。
わかる？ここで数字が生まれるんだよ。数字っていうのは言語の後にできたすごいツールなんですよ。納得するでしょ？具体的になったの。具体的になったの。言語を補うために、実は言語の上位概念として新たに生まれた概念の数学って。でしょ？だから、哲学から科学に入っていくの。思想から科学に入っていくの。この順番なの。うん。面白いでしょ？納得できるでしょ？そう。で、話を元に戻していくと、この人間っていうのは、言語に縛られているっていうのがだんだん分かってきたと思うの。俺らっていうのは、実は見えていて感じてるんだけれども、言葉で情報をやり取りすることが多いじゃん。言葉で。ね？ラジオとかもう言葉の世界だよね。思いっきり。映像っていうのはさらに上位概念なんだけど。ろくちゃんいらっしゃいね。うん。でしょ。今度じゃあどうしたらいいかっていうと、引き寄せの法則っていうのは、実は、叶うよなっていう認識の人が多いと思うの。引き寄せの法則。要は、心で考えたことは叶うよっていうのは、これは物理法則としてありますよって教えてんの。そうあったらいいねっていう話じゃない。うん。はい、ポッキーありがとうございます。違う。心で思ったすべての現象だけで成り立ってるの、この世の中は。じゃあ今から、30秒間時間を与えます。皆さん、全部、部屋の中全部見回して、全部見て、全部よく見て、全部見て、30秒間時間を与えます。今この瞬間で全部の部屋を見てください。全部確認していろんなものがあるはずなの。ミニマリストじゃない限り。いろんなもの見て、いろんなもの見て、見て、OK。いろんな、もう身につけてるもの、持ってるもの、普段、全部見てください。見た？ OK。OK。見た？物ね、物。自然現象ではなく、物を見てください。いくよ。人が携わってないもの。人が関わっていないもの。あります？いろんなものがあるはずなんだよ。ね。で、そのすべてのものっていうのは人が作ってるんだよ。でしょ？おそらくなんだけど、自然界のものってほとんどないはずなの。あるとしたら空気とか、まあペットの釈迦ちゃんとか動物だけど、それでも釈迦ですら、ね、生命なんだけど人の手が介入してるんだよ。まあ空気はあるよね。でもほぼものって言われてるものはすべて人が作り出したもの。で、このものすべてを想像してもらいたいんだけど、こんなはずじゃなかったのになっていうものってないんだよ。例えば、ここの漫画一つだって、この人がこういうイメージで作り出したいっていうイメージを具現化させるの。このぬいぐるみもそうなの。インターネットもそうであれば、ウェブカメラもメガネも、マイクロフォンも、ネックレスも、すべてそうなのよ。誰かの思いで作ったものなの。でしょ？そう。で、もっと言うなら予言をしておきます。あなたの部屋にあるもののほとんどは、ほとんどですよ。ここ、よく聞いてね。ツッコミ早く入れないでね。ちゃんと説明するから。あなたのほとんどの家にあるものは、あなたが欲しいと思ったものなの。でしょ？で、もし、そうじゃないものもある。例えば、親が置いていったもの。ね、親が置いていったとか、プレゼントされた、いらなかったんだけどプレゼントされたものとかある。あるけれども部屋のほとんどのものは自分が欲しいと思ったもの。そうだよね。で、もしいらないと思ってるものがあるとするなら、それは何年か後必ずその部屋から消えます、うん、何年か後から確実に消えるの。引き寄せの法則的に言うと、わかる？ OK。で、ここで、ここまで OK だっていう人、じゃあ手を挙げてください。ここまで OK、ついてこれてるよっていう。うん、部屋の中には人工物、人が携わってると。で、確かに俺が欲しいと思ったものがほとんど手に入ってると。OK。ここで突っ込みないね。OK だよね。ここで矛盾はないはずなんだけど、ここで面白いのは、もうここで引き寄せの法則が終わってるの、説明が。ある程度説明が終わってるの。これはどういうことかっていうと、いきなり目の前にないはずなのよ、部屋の中に。わかる？いきなり目の前にパッて物が現れてないの。物を買う前に欲しいなって思ってたはずなの。わかる？物を買う前にこういうものが欲しいなっていう想像とか感情から来てるはずなの。
でしょ？わかる？引き寄せてるじゃん。わかる？完全に引き寄せてるの。だから実は引き寄せの法則はないとかじゃないんだよ。俺らは普段から使ってるの。思念とか言葉によって実は使ってるんですよ。わかった？うん。でしょ？でしょ？そう。要はこれの強弱の使い方の、これに今度時間軸を入れたりとか、想念の重さを入れていったりとか、今度努力、時間とか行動に入ってくる。うん。そう。簡単に言う、お金が高いものっていうのは手に入りづらいものなの。達成度が難しいから価格が高いの。時間がかかる。そう。時間がかかるか、もしくは思いが強いか弱いかなの。行動をしてるかしてない。この三つだけなの。安いものはより早く手に入るの。安いものとか単純なものっていうのはより早く手に入る。うん。で、だから、いつも言ってるでしょ。俺が。金なんていうのは大事じゃないと。本当に大事なものは意外と金で買えないんだっていう。うん。で、具体的なものほど手に入りやすいの。時間軸が早いの。で、抽象的なものほど遠いの。引き寄せの法則的に言うと。だから俺が夢に最近旅してる自分がイメージできると。夢に出てくる。想念まで落ちてるって感じたでしょ。だから俺は旅にもうすぐ出るよって。もう確定だよって言ったでしょ。これはなんでかっていうと、引き寄せの法則的に脳がもう誤解をしてるのよ。誤解。脳が誤解をしてるの。トラオさんいらっしゃい。うん。ちょっと話題が違うからごめんね。コメントスルーします。千代はどつ。でしょ？確かにでしょ？うん。じゃあ、これが面白いところっていうのは、そんなこと言っても私、今の私、思い通りじゃないっていう人手挙げて、ぶっちゃけた話。そんなうまいことばっかり言ってないよって、トラブルも多いよって、私こんなこと望んでないよっていう人、怒ったことがある人でもいいよ。私もっと幸せなはずだよ、それだったらっていう人。はい、手挙げてください。それは反論があるっていう。この時点で反論ある人、じゃあ一回募集しましょう。まったり行こう。でしょ？でしょ？俺もそうだから。これが引き寄せの法則の面白いところ。アキノンさんこんばんは。じゃあこの時点でじゃあ質問タイムで。なんかこの時点で突っ込みたい人突っ込もうか。いいよ、意地悪になっていいよ。全部論破してあげる。引き寄せの法則的に論破するから。実はみんなが思った通りになってるんですよっていう風に教えてあげる。初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。どうですか？スポーツ大会で全国優勝を望んだらどうなるの？おー、いい質問ですね。じゃあ、この質問でいいですか？皆さん。片場くんが言った、いや、スポーツ大会で全国優勝を望んでいたのに、なれる人一人しかいないじゃないか。俺優勝できなかったよ。じゃあ、甲子園にしようか。例え。甲子園にしようか。じゃあ、俺が答えを教えてあげる。答えを教えてあげる。行くよ。おそらく、高校野球で、甲子園で優勝したチームの中に、選手の中に、俺こんなことはずだ、じゃなかったんだけどな、俺甲子園来るつもりなかったよ。っていうやつ、まず一人もいません。わかる？全員甲子園で、優勝するって思ってた。具体的だったはずの。甲子園に出たいって言ったやつは、甲子園に出たい、甲子園に行きたいって言ってた人は、ぶっちゃけた話優勝できません。成功法則的に言うと。絶対に優勝するのは、優勝するっていう風にコミットメントした人なんですよ。ね。さらに言うと、そういう人がじゃあ上位にいるチームだと。上位にいるベスト8とかベスト16に入るのは絶対優勝するんだってコミットメント。だから高校野球ってみんな感動すると思うの。それが青春なのよ。俺ら高校出ようなってみんなで一丸となることでしょ。でしょ？で、その時に、じゃあ、一人しか選ばれてないじゃんって。ね？おかしいじゃんって。そう、ホンダはそうなの。ホンダがやってることなの。いいこと。富子さんいいこと言いました。そう。ここがすごい。一流のアスリート、一流の人間は絶対にメンタルトレーニングやってんの。俺が今言ってることはメンタルトレーニングの話。素晴らしい。ね？じゃあ引き寄せの法則できないじゃんって。引き寄せの法則っていうのはこういうね、原理があるの。他人が
思いが強かった場合、かけてる時間が強かった場合、同じ目的だった場合、時間をかけて思いが強くて行動した人に、取られます。わかる？絶対にこの法則で当てはまってるはずなの。同じものを求めた時に10年やってるやつと1年やってるやつ、思いが強いやつと思いが弱いやつ、行動、要は練習をしてきたやつとしてこなかったやつ、この3つのバランスが最高レベルにあって一番達成してるやつが取ってるはずなの。これどの世界でもそうなの。でしょ？でしょ？そう。で、もっと言います。今度、これがまず引き寄せの法則の原則の中でルールで、そう。自己暗示、素晴らしい。その通りです。自己暗示です。その通りです。でしょ？納得できるでしょ？だから、争い、だから俺は争い事が嫌いだって言ってんの。争い事っていうのは負けを作るルールの。俺だから意外と争い事嫌いでしょ？議論は好きなのよ。でも争い事やらないでしょ、実は。そう。ここなんですよ。実は戦争と同じ原理なの。敗者を大量に生むシステムなんだよ。監督が全国優勝するって言ったら本当に優勝できました。多分信じてたはずなんだよね、ミツさんは。コンフォートゾーンあたりの話かな。いや、その話まではまだしてないね。OK。じゃあ今度、じゃあなんで私の人生うまくいってないのっていう風になるじゃん。あ、タイガさん、面白い話。いい質問。タイガさん、いい質問。いい反応。みんなが納得する引き寄せの法則的に説明します。簡単です。宝くじを設計した頭のいいやつが、時間をかけて思いを込めて行動力をかけて、国民から搾取しようっていう強い行動力に駆られてるから。バカを騙そうっていう。だからバカが騙されるんだよ。でしょ？でしょ？超頭のいいやつが超頭よく設計して時間をかけて、そうでしょ？そうなんだよ。だから騙されるんだよ。だってあんな半分ゴミ捨てるようなもんだから、確率論的には当たるよ。でしょ？でしょ？そう思わない？そう思わない？俺はそう考えるよ。だから引き寄せの法則的にバッチリ当てはまってる。当たらないっていう。で、確率的に当たると。で、統計学で面白いことを言うとするなら、宝くじ億以上当たった人のね、3年後を追跡調査したんだよ。何百人も。97% は貧乏に自己破産まで追い込まれてんだよ。少なくとも1億円全部なくなってんの。で、残りの 3% はどうなったかっていう、資産増やしたの。だから、貧乏人のパーセンテージと金持ちが生まれるパーセンテージ全く一緒だったの。つまり 97% っていうのは資産を失うんだよ。面白いでしょ？それも後で説明してあげる。それがなんでなのかっていうこと。子供の頃描いてた将来でないけど満足してるのはなんでだろう。それはね、コンフォートゾーンっていう今の話。ホメオスタシス同調効果。簡単に言うと、恒常性維持機能っていうことです。ぬるま湯、居心地がいいっていう話。それはまた後にしましょう。はい、OK。で、引き寄せの法則の面白いところ。今日から人生変わるよ。今日からマジで人生変わるよ。これ、ニコ生で教えてあげた子一人いたんですよ。アクティブ20ぐらいの時。ガチで和道の言う通りに実践したら3ヶ月後彼女ができたって。生まれて初めてブサイクで本当にモテなくて悩んでた男の子で、和道の言う通りやったら3ヶ月後マジで彼女できたわっつって、マジで DM 長文来たから。これ本気で実践するやつ、この148人の中で絶対1人2人のバカがいるんだよ。本気でやっちゃうバカ。このバカ成功するよ。はっきり言うけど。このバカは成功する。間違いなく。俺が保証する。いくよ。ダメだと思ってることも引き寄せるから。怖いだろ。普段考えてる全ての思想を引き寄せるから。だから、運が悪いと思ってるやつは運悪いから。俺にはできないと思ってるやつには、俺にもできないんですよ。俺なんてダメだ。俺なんてモテない。俺彼女ができないって言ってるやつ全員できてないの。で、俺はモテるって言ってるやつはモテてるから。あれ逆なんだよ。みんなはね、証拠がある。要はモテてるから自分に自信があるって勘違いしてんの。違うよ。モテるって思い込んでるやつがバカだからモテるんだよ。逆なの。逆なの。面白いでしょ？当たってるでしょ？だから意外と今の自分っていうのは過去の自分が作ってるんだよ。で、予期せぬトラブルっていうのは思いが強かったり行動力があったりとか時間をかけてるやつに引っかき回されてんの。要は引き寄せられちゃってんの。自分が。
だから自分の予想しないことトラブルが起こるんだけど、そいつはそういうタイミングの時そういうやつがいたはずなの。パワー持ってるやつが合ってるでしょ。ここで間違ってるやついないはずなの。自分が嫌なことも想像した通りになってるの。いいことも嫌なこともでしょ。どうみんな、どうどうどう、オッケー。あ、4つ目アップするよ。うん。どう合ってる、反論ある、この時点で。おそらくないはずなんだよ。おそらく。ビッタビタに合ってるはずなの。うん。ザ・シークレットの内容と全く一緒だよ。だってザ・シークレットの元の話してんだもん。そこで営業やってたんだもん、俺。うん。同感でしょ？全く意見ないでしょ。じゃあだよ。もうここまで、あ、だんだん分かってきたわと。これ本当だわ、和道が言ってること。じゃあ、どうやって具体的にやったらいいのか知りたくない？ナポレオンヒルです、そうです。どうやって自分が、自分の思い通りの人生になれるっていう切符を手に入れてんだよ、みんな。自分が思い通りの人生になったら、楽しいでしょ？ジャガイモ男さんいらっしゃい。うん。ちょっとごめんね。ちょっとね、人数が多くて、話がね、ちょっとごめん。ゆっくりじゃなくなっちゃってて、コメント全員の拾えないけど、みんなの意見はそれぞれ拾っていって、次回って、これはこの話の時にやるから。今ね、結構40分間順応って今説明してるから。これ手に入れたくない？手に入れたいと思うはずなんだよ。言う通りにやったら、自分の思い通りになるから。金持ちになれる。彼女ができる。ね？何でも手に入るんだよ。ポッキーありがとう。手に入れたいでしょ？自分の人生思い通りにしたいでしょ？簡単なんだよ。簡単なの。俺、これマジの話なんだけど、これマジの話だよ。俺がなりたいと思ったことでなれなかったもの、一個もないの、人生で。一個もないんだよ。うん。はい、片場くん、ハートありがとうございます。ラコステさんいらっしゃい。彼女できる、できる。うん。はい、NG でーす。うん。ね。あ、なぜ成功してないっていうのは簡単。モチバーの成功と俺の成功が違うから。さっき話した通りでしょ。目標が違うの。例えば、モチバーがサッカー選手を目指してる。プロの。俺が野球選手を目指してる。バット振ってたら、お前なんで成功しようとしないのって言うでしょ。こういうこと。俺は俺なりの成功をずっと追っかけてんの。今、ナウなの。俺は配信で食ってくってやってて、配信で小遣いあって、今日も1万円もらったのよ。俺にとっては成功なわけじゃん。だって、今日1万円の今日の達成感を30日続けることができたら30万稼げるんだから2倍、成功的には2倍なのよ。でも、モチバーさん、バーさんから来たら俺がやってることとゴールが違うから。でしょ？でしょ？ゴールが違うからなの。成功っていうのは功を成すって書くの。功を成すってどういうことかっていうと、功っていうのは結果のことを指すのね。功を成すっていうことはどういうことかっていうと、自分が狙った獲物を取れたら成功なの。だから成功って人それぞれと違うんですよ。そう。だから、俺が目指してる成功と、モチバーが目指してる成功によって、俺が成功してるかどうかっていうのは、あなたの価値判断にしか過ぎないのよ。うん。そう。OK。で、どういうことなのかっていうと、簡単。現実が、さっきもみんな分かった分かった、その通りだって言った通り、思考が結果を生んでるの。結果から思考を生んだことは、全人類の事例でないの。で、なのよ。人間が作り上げたもの、こんなの作るつもりじゃなかったのになって、これ本当は赤だったのにななんてありえないのよ。この色で作るように設計したのよ。だからこれができたの。そうでしょ？絶対そうでしょ？俺配信やるつもりじゃなかったのになとかないでしょ？このヘッドホンじゃないのになとかないでしょ？このメガネいつ買ったんだ？これ俺これ買ってねえぞみたいな。3年前から買ってなくて欲しくないんだけどつけてるわとかないでしょ？絶対欲しいもん手に入れるでしょ？だから簡単。欲しい自分になればいいだけ。うん。ゴールを手に入れたイメージと言葉を使うっていうだけ。要は思考のマインドをそっち側に持ってっちゃう。うん。そしたら、でしょ？そしたら勝手にそうなるの。痩せたい人は痩せたい痩せたいって言っちゃうから、ずーっと永遠に痩せたい。痩せたいってことは自分が太ってるって言葉だからね。気づいてる？
痩せてる人は痩せたいなんて言わないのよ。痩せてるから。だから、太ってる人は絶対に痩せたいって言ってんの。これ、当たってるでしょ？いや、当たってるでしょ？痩せたい、痩せたい、痩せたい、痩せたいってずーっと10年ぐらい言ってんの。で、痩せてる人は痩せたいって聞いたことないでしょ？痩せてるんだもん。だから簡単。痩せたいって言わなきゃいいの。私痩せてるからって言えばいいの。これだけ。これほんと。これほんと。うん。だから痩せてるマインドが入ってくると体が勝手に変わるの。痩せてる私って言った時に、ポテチ食べてる時に体が気づくから、あって。油も多いもの食べようとした時、あって気づくから。ご飯おかわりしようとした時、あって気づくの。そしたら普通盛りに変えるから。脳って面白いんだよ。これがさっき言ってたホメオスタシス同調効果。コンフォートゾーンをすり替えろっていう、トマベツヒデトのロジックの。相手の気持ちは、あのね、これは俺が徹底して言ってる。他人と過去は変えられない。うん。他人と過去は絶対変えられないの。だから、相手の気持ちを動かすことはできるんだけど、人間ができるのは影響力だけ。で、影響力を持つ場合には、影響力のある人間にならないといけないの。だから、影響力を持ってない人は何も人を動かせません。だから、今は他人を変えようっていうことは考えたらダメ。他人は基本的に動かない。影響力のある人間になって影響を与えることができる、きっかけを与えることができるぐらいにしか考えないとダメ。結局人間の素晴らしいところっていうのは自己決定権なんですよ。自分の人生を自分で決められることなの。だから簡単に言うと、みんなの人生はみんなが選んでみんなが決めたっていうことね。俺の人生も今も過去の自分が作り上げた自分っていうことよ、うん、ルータイスその通り、素晴らしい。人間のタモコさん、さすが、素晴らしい、了解。本当は変えられるんだよ。本当は変えられるんだけど、それはもう超高度なテクニックなのよ。だから自分のことを変えられて影響力があって、簡単、モネが100万人の人間のフォロワーがいたら勝手に変わる。確率的に。モネが何言っても影響を与えるようになる。悪いこともいいことも。それが影響力。でも基本的には他人は変わらないから。ただ変わったように見えるだけ。うん。でも、実は、洗脳技法っていうのはうまく使ってて、じゃあみんな手挙げてみて。手挙げてみて。みんな、ノーして。うん。はい、ノー。はい、みんな。はい。ノーしてください。はい。うん、今、手挙げた人、全員洗脳されてるよ。今手挙げた人、俺の言う通りになったじゃん。これが引き寄せなんだって。今手挙げてる全員、俺の号令に従ったじゃん。これが影響力っていうことなの。これ、騙されたと思ってる。これ本当だよ。うん。だって、俺のこと見てないリスナーがいてさ、手挙げろよ、手挙げろよって言っても誰も手挙げないもん。でしょ？いや、笑ってるけど、これ真面目に言ってんだよ。真面目に言ってんだよ、これ。本当だよ、これ。うん。でしょ？これ生主やってたらわかるから、これができるやつが伸びるんだよ。うん。要はリスナーをコントロールされちゃってんだよ。洗脳されちゃってんだよ。うん。軽い洗脳ね。手あげるとか。うん。俺あげなかったわ。洗脳されてないんだよ。多分、キムタコさんは当ててあげる。じゃあ、キムタコさん今何やってるか。俺よりもタスク的に優先順位の高い作業をしながらながらで聞いてたはず。わかる？キムタコさんは絶対株やってたり仕事やってたりとかラジオで聞いてたの。俺よりも優先順位の高い方に意識が向いてたの。だから上げなかったの。うん。影響されるでしょ。これが影響。でも基本的には他人は変えられないの。一番で手上げろって言われてもハッてなるし、でしょ？うん。当たりやな。そう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 。だからこういうのが分かっていくと物を売れるようになったりとか影響力を持ってきたりするんだよ。あ、ありがとうございます。トノさん、ありが、つのさん、ありがとうございます。テレビ見ながらだったわ。だから、テレビに負けてるんだよ、俺は今。ワンちゃんからしたら、テレビの方が、面白いんだよ。うん。だけど、テレビ見ながらだわっていう瞬間に勝ったの。今、俺に意識向いたの。うん。これが面白いところ。うん。でも、配信も全く一緒でしょ？配信も全く一緒なの。うん。配信も全く一緒。同じ原理だから。うん。うん、そうだな。じゃあ、どうしようかな。今日はまあ、あと10分で終わりにします。今日の引き寄せの法則講座終わりにするけど、今日の1時間で大体引き寄せの法則はあるんだ。現実としてあるんだって具体的になったと思う。全部聞いた人は50分。
で、使い方はまだわからないけれども、これだけ覚えておいてほしいかもしれない。嫌なこともいいことも起こる前に自分が予期してるっていうか予言をしてるはず。すべては自分が引き寄せたんだっていう自覚を持つこと。で、これが宗教なのか何なのかっていう話じゃない。自分の人生を切り開くためには自己責任を負えないとダメなのよ。自己責任を負えないで他人のせいばっかりにしてるやつって他人の生き方してるから。友達とか周りにいるでしょ？いやー、俺もな、彼女がいなかったらな、いやー、俺子供いなかったらさ、いやー、俺学校出てたらな、学歴ねえかんな、いや、俺親がさ、って言い訳ばっかり、他人のばっかりせいにしてるやついるでしょ？いない？友達に。いやー、何々のせいだわ、絶対。俺がうまくいかない。こういうやつ絶対うまくいってないから。で、こういうやつほど他人の言うこと聞くやつだから。でしょ？こういうやつほど人の言いなりになって人のせいに生きていくの。要はこれを奴隷って言うんだよ。うん。これは奴隷なの。もう洗脳されてるの。要は楽な生き方。自己決定権は持ってない。だから引き寄せの法則のいいところっていうのは、もし自分の思い通りに人生切り開きたい。自分の思い通りにしたい。自分の人生を思い通りにするんだと思うのならば、思うのならば、自分が決めてきたことなんだって思わないとダメなの。今この瞬間この人生っていうのは俺が選んだんだって、俺を変えなきゃ、もしここで自分を変えようってコミットメントって言うんだけど、決意をしたやつ、決断って言うんだけど、本当は決断をしないといけないんだけど、決めたやつっていうのは変えられるから、自分の人生変わるんだよ。うん。決断って何で言ったか、決めることと何って書く、決断って決めることと何って書く、立つことなんだよ。うん。スティーブ・ジョブズが言ったんだよ。スティーブ・ジョブズは1のことにイエスっていうためには100のことにノーっていうこと、あ、違う、1のことにイエスっていうことはその他すべてのことにノーっていうことなんだ。要は決めることと立つことってセットなの。だからよく言うんだけど、はい、右手みんなこうやってやって、右手を出してこっち側が願望、未来の自分、右手が未来の自分、なりたい自分、じゃあ痩せたいにしようか、痩せたい、でこっちが食べたい。今の自分の感情。未来、過去ね。左手が過去。食べたいと痩せたいってこうなるんだよ。でしょ？食べたいと痩せたいは矛盾っていうの。キリスト教的に矛盾っていうの。これ。食べたいと痩せたいは絶対こうなるのね。こうなってる状態っていうのは、不幸っていうの。これが不幸なの。痩せられない。不幸なの。これを不幸っていうの。だけど、食べたい。食べる。幸せでしょ？痩せたい。痩せる。幸せでしょ？幸せでしょ？彼女欲しい。彼女できる。幸せでしょ？これを合わせる作業っていうのが成功なんだよ。うん。これが成功なの。だからシンプルなの。痩せたいって思ったら、食べたいは矛盾なのよ。だから、どっちか選ぼうっていう話。別に太っててもいいんだから。でも痩せたいっていうのは本気で思ってないの。食べたいの方が強いの。だったら決めればいい。食べたい、食べる。幸せだよ。人生。うん。矛盾してる状態は成功しづらいのも言えるのかな。不幸だね。うん。不幸な状態。で、成功とは絶対言わない、不幸な人は。必然。そうそうそう。必然なの。だから、今度、この話を次回、その使い方っていう、じゃあ具体的に何したらいいのっていうのが全く分かってないけど、具体的な方法論っていうのを教えてあげる。人間多分コーチングやるとすごい変わるよね。変わる。変わる変わる。うん。まあ、もしよかったら本買ってみてください。ためになったと思った人とかいるかな？なんか参考になったと思ってくれた人はいたら嬉しいですね。もしよかったら、アイテムください。配信で食ってきたいんで、アイテムください。残り5分なんで、ちょっと一生懸命頑張ったんで、ためになったなっていう人で、アイテム余ってる人いたら、アイテムください。よろしくお願いします。最後に、新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、じゃがいも男さん、ゆんゆんさん、つのつのさん、いろさん、めめさん、たぬきさん、レミリーさん、ヴィンセントさん、ありがとうございます。アイテムありがとう、アイテムありがとう、アイテムありがとう。引き寄せてるよ。引き寄せてるよ、俺今。引き寄せてるよ。引き寄せちゃってるよ。
ね。ありがとう、みんな。まあでも、本当にみんなにね、使える情報はシェアしていこうと思うんで、本当ありがとうございます、皆さん。みんなで成功しましょう。みんなで、人生豊かにしましょう。幸せな人をす、幸せな人を増やしましょう。本当に。オッケーオッケー。ありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。ありがとうね、みんなアイテム。新しいフォロワーさん紹介します。金のビールさん、フォローありがとうございます。あとね、大切な情報。この動画途中から見て、最初から見たかったっていう方はね、下の方に YouTube にチャンネルがあります。で、この YouTube のチャンネルに今回の動画全部載っけますので、もしよかったらチャンネル登録しておいてください。そうすると今回の今日の動画、全部フルバージョンで見れると思いますので。これの続きはまた明日やろうと思うんで、もし続き聞きたいっていう人は聞きに来てください。あと、哲学の、あ、エリさんありがとう。スクワットします。でね、他のね、宗教の話とか、哲学の話とか出てたけど、そういった話がね、好きな人、おー、ありがとうございます。5回。このまま行きます。1、はい、2。で、他の話も聞きたい人は、また話を振ってください。ありがとうね。はい。じゃあ今度ね、具体的に毎日何をやると、その引き寄せの法則が強くなるよ。だいたい何年ぐらいかかる、何ヶ月ぐらいそれはかかるよっていう。そう、ティーチングとコーチングっていう概念があるんですけれども、ティーチングとコーチングは根本的に別です。要は、コーチングっていうのは本人がなりたいように、本人を自主的に変えるんですよ。だから本人が自主的に成功に向かっていくのをコーチング。要はコーチがそういうふうに導いていくっていう考え方。で、ティーチングっていうのは成功した人が教えるっていう上から、要は、俺のやり方でやれと。押し付ける考え方をティーチング。要は、日本人はね、ティーチングが好きなんですけど、西洋的なコーチングの概念に、今、ボロボロにやられちゃってますね。はい、花火ありがとうございます。このままスクワットして終わりたいと思います。じゃあ、皆さん、また来てください。たくさんのフォロワーさん、ありがとうございました。お疲れ様です。和道の放送でした。マジでさん、ありがとうね。また見に来てください。お疲れ様です。哲学、宗教、政治思想とか聞きたい。ありがとう。また見に来た時に振ってください。お疲れ様です。150名の方々お疲れ様です。よい。みんなで一緒に旅に出ましょう。お疲れ様でした。おつおつ。きったい。もう今日何回スクワットしてんのよ。お疲れ。お疲れ様。ありがとうね。また新しいフォロワーさんですね。ありがとうございます。フォロワーさん紹介します。マジでさん、春の菊ってこれなんて読むんだっけ？春菊かな。春菊さん、お疲れ様。旅に行きましょう。お疲れ様です。あ、でもね、本当におすすめだから、思考は現実化する、読んだ方がいいよ。本当人生変わるよ。2800円、確か。2800円でこんな分厚いけど、本当に人生変わるから読んだ方がいいと思うよ。うん。もしくは、ザ・シークレットは女の人でも読みやすいかな。ザ・ロンダーバーンっていう。まあ、ベストセラーになってるからね。いろんなのがあるから。お疲れ様です。僕も楽しかったです。お疲れ様。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。